グブー -53B ストームブレーカーは以前は小直径爆弾2として知られていたアメリカ合衆国の空中発射式精密誘導滑空爆弾である。全天候条件でスタンドオフ距離から移動目標を識別攻撃が可能な250ポンドクラスの爆弾は2006年に開発が開始された。ボーイング海 -15E 海 A-18E イ イマイナス35に搭載される。初飛行は2009年5月1日に発表された。2015年6月に、レーセオンが定率初期生産開始の契約を交わした。ボーイング、ロッキード・マーティンのチームが開発を試みたが、アメリカ空軍のコンペで敗れた。ボーイングは当初のコンペで優勝したが、ダーリーン・ドルユンが関与した汚職スキャンダルのため、プロジェクトは、 数年間保留されていた。コンペは2005年9月に再開された。本枠団は GPS、INS を使用して初期捜索段階では移動目標の近傍に自らを誘導することができ、経路修正の更新は UHF データリンクを介したリンク16より提供される。標的補足にはミリ波レーダー、比例客画像シーカーを用いた赤外線誘導、 セミアクティブレーザー誘導の3つのモードがある。この兵器はセンサーからの情報を融合して目標の分類ができ、半自立モードで使用される場合には特定種類の目標を任意に優先順位付けすることができる。本爆弾に搭載されている整形作薬弾頭は爆風効果と断片化効果の両方を持ち、不評、装甲、未防護の構造物や建物、 さらには巡視船サイズのボートやその他のソフトターゲットに対しても効果を発揮する。本枠団は専用設計の運転禁止区域を強制する初の兵器になるだろう。比例客型赤外線イメージングを使用することは革新的でコスト削減に効果があるとして挙げられている。新兵器の重要な特徴は攻撃機の搭載爆弾数を最大化したことである。 ス -15E では、7台のプルー -61A サスペンションユニットを使用し、各4個の爆弾を搭載し、計28個のグブー -53B が搭載可能。二 -22 や三 -35 のウェポンベイには、AIM-120 アンロム空対空ミサイル2発と、共に8発の爆弾を搭載可能。 カイマイナス35は2022年にブロック4ソフトウェアパッケージを受け取るまで爆弾の運用ができなくなる。SDB2 爆弾ラックはもともと小型のカイマイナス 35B ウェポンベイには収まらなかった。ソフトウェアパッケージに合わせた回収が実施予定である。カイマイナス35は内部に8個、外部に16個の計24個の爆弾を搭載可能である。 アメリカ空軍は、海 -15E に爆弾を使用して、運転禁止区域の強制兵器として使用することを計画している。アメリカ海軍とアメリカ海兵隊は、海 -35 統合打撃戦闘機での使用を計画している。最初のバッジの納入は2014年後半に計画された。政府の要求では2016年の納入を指定していた。海軍は、 まず、SDB-2 を、回 A-18 に、次に、回 -35B と、回 -35C に統合する計画である。オリジナルの小直径爆弾はボーイングが、非同標的用に開発したものである。SDB-2 は、粉塵や悪天候条件下の移動目標の破壊用に設計されている。レーセオンは21日間で26回の、 ミッションで成功裏に展開された。レーセオンは2010年8月に契約を獲得した。まだの北アメリカ部門が引き続き翼の製造を行っている。レーセオンとの契約は4億5000万ドル規模である。ボーイング社はレーセオンの受賞に抗議しないと発表した。2012年7月17日、ホワイトサンズミサイル実験場での飛行試験中に移動標的との交戦。 命中に成功した。回 -15E から爆弾は投下され、3モードのシーカーを使用して、移動標的を捕捉、追跡、誘導し、直撃した。2013年1月、4機の s d p 2が回 -35 のウェポンベイに AIM-120 アンロムミサイルと共に搭載された。フィットチェックの結果、s d p 2が 海マイナス35と適合し、内外の米ドアの開閉に十分な空間があることが確認された。2機の s d p 2は2014年9月と2015年2月に移動標的を対象とした実写試験に成功した。実写試験に成功したことで空軍がマイルストーン C を決定し、定率初期生産に移行する資格が得られた。 SSDB2 は2015年5月初旬にマイルストーン C の承認を受け、5年間の開発プログラムを完了し、生産及び F-15E との配備に向けて許可が出た。一握りの試写失敗により、開発は4年から5年に延長されたが、1機あたりのコストは目標の18万ドルから11万5千ドルに削減された。 レーセオンは2015年6月12日に3100万ドルの契約を獲得し、最初の定律初期生産ロットである144機の SDB2 を受注した。レーセオンはイギリス空軍のユーロファイター台風とイギリス海軍の海 35B の武装用のスピアさんの要求に対し、イギリスへの SDB2 の提供を検討した。まだの提供する。 動力兵器に対抗するため、冷オ音は動力付き s d p 2の派生系を検討した。2016年5月、イギリスはまだとスピア3ミサイルの開発契約を交わし、イギリスの運用要求を満たす唯一の兵器であることを確認し、機動力で短距離の s d p 2を却下した。韓国空軍は、 全天候で 60km 以上離れた移動目標の破壊が可能な爆弾の能力が北朝鮮の移動ミサイル発射機を攻撃するのに役立つとして海 -15K への採用を検討している。アメリカは2017年10月3900個の SDB を海 -35A 用にオーストラリア空軍へ売却することを承認した。2018年7月 レーセオンは最近ストームブレーカーと改名した SDB2 が運用試験に入ったことを発表した。この兵器は開発試験中に90%の成功率を達成した。空軍は2019年9月に SDB2 の運用開始を宣言する予定だったが、爆弾のバックアップフィンストレージクリップの問題、その他のハードウェアとソフトウェアの問題、 新型コロナウイルス感染症流行の影響で導入が遅れた2020年末に試験完了予定である。ありがとうございます。